日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発 GCAP、グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出したようです。注目の見るところ、アメリカのロッキード・マーティン社との共同開発だろうと思われていたのに、大逆転を見せた日本。だが、今、まさに、英国が離脱を検討しているとの話もやっぱり、純国産化の時が来たような気がしますね。今回は、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部開発について見ていきましょう。2022年12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表しました。日本とイギリスでは、2021年末、次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うと決定していて、2022年初めより、日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社で実証実験を始動、2022年2月には、次期戦闘機用のレーダーやセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していたのです。したがって、GCAP の始動は、これまでの流れを、各国政府が公式に認めた上でのプレス発表と言えましょう。この GCAP で開発される戦闘機は、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機とイギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用される予定です。日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係は、この2年ほどで急速に強化されました。日本は、これまでのように、アメリカのロッキード・マーティン社が開発技術サポートで関わるのが当然という動きがありましたが、区切りをつけた形になったのです。歴史を振り返ってみます。1945年、昭和20年、太平洋戦争での敗北後、日本は、自衛隊が装備する戦闘機など軍備につながる産業分野では、アメリカ製の機体を日本企業が調達するという形コントロールされたため、航空機の開発技術も大きく後退したのです。今回の次期戦闘機開発は、空自が現在保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、もともと F2 戦闘機開発の段階では国産機の計画でしたが、当時はエンジン部の製造が技術的に困難だったため、三菱重工業者が主体となりながらも、アメリカとの共同開発になってしまいました。しかも、F2 開発時は、日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間において、政治的な問題から、アメリカの F-16 をベースとすることが求められ、国産化できなかったのです。その F-16 戦闘機の各部の変更に、日本の最新電子技術も盛り込まれ、大掛かりなものなって、必要な追艦攻撃能力が強化されました。ところが、完成した F2 戦闘機の中核である制御部分の情報は日本に公開されなかったのです。そのため、状況の変化による日本での仕様変更は行えませんでした。そこで、F2 戦闘機開発の苦い経験をもとに、後継機開発に際しては、三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発主導権を握ることを前提として進めてきたのです。今までのように、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていましたが、システムの情報などをブラックボックス化される可能性も否定できない状況では、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのでしょう。そこで、次期戦闘機開発において、戦後初めて、アメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し、開発、配備を決定したのです。これまでのアメリカとの関係とは違って、対等な関係での開発になるのではと期待されています。さて、今回の GCAP 開発については、日本は三菱重工業者が主契約者となり機体を担当、IHI 社が機関部、電子機器を三菱電機社が担当することが決まっています。イギリスは、BAE システムズ社が、全体の統括と機体、ロールス・ロイス社が、機関部、レーザー、レオナルド社が、センサー部の電子機器等を担当するので、チームテンペスト計画そのままとなりますね。3カ国による GCAP が決定する前は、F2 戦闘機後継機には、
IHI 社が製造した国産エンジンを使用するという見方もあったそうです。その理由ですが、次期戦闘機開発の一環として防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験機用の XF-51 エンジンや XF-9 エンジンがタービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力、ステルス性確保に対する推力に関して十分に対応しうるクオリティであり、すでに2018年に1機ですが防衛整備省に納入されているからです。地上での動作確認ですが、 XF-9 エンジンはアフターバーナーの使用時の最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも約1800度 C を記録、世界標準クラスの数値を示したのです。この FX-9 エンジンは2010年から開発開始されたもので、基本的コンセプトはスリムで大出力であるハイパワースリムエンジンとされています。 XF-9 エンジンを搭載する戦闘機のステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目標でした。近年では戦闘機による空対空戦闘は減ってはいますが、今回の FX-9 の大出力は戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃回避にはとても重要です。こうして出来上がった国産戦闘機用 FX-9 エンジンはスリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので、量産化には時間がかかりそうです。また、国産化に向けて一定の成果を上げているので、次期戦闘機への搭載に期待がかかります。さらに、イギリスのロールス・ロイス社との関わりの中で、これまでに培われた技術がどのように活用されるかも注目されます。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーです。そのロールス・ロイス社は、テンペスト計画における機関部開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられます。ロールス・ロイス社が開発する機関部は、大きな電力消費と逆に、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいるそうです。しかし、ロールス・ロイス社の技術力は、アメリカには劣るとはいえ、日本の XF-9 エンジン技術よりは、はるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野では先行しています。そう考えると、開発の主導権を握るのではないでしょうか。そして、IHI 社製の FX-9 エンジンですが、小スペースと将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ、発電能力と冷却性能の分野では一歩遅れているので、今後は、これまでの開発を活かし、実用機での採用を期待する声があります。その IHI 社は、2007年7月に社名を変更しましたが、それまでは石川島播磨重工業株式会社として、江戸末期から160年を超える歴史を持つ日本の三大重工業の一角となる企業です。航空、宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、航空機の分野において、ジェットエンジンの製造では 60% の国内シェアを誇っています。IHI 社がライセンス生産したものには、現在、空自が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあります。こういった多種多様な汎用性の高いエンジンを製造できるということは、IHI 社の技術力の高さの証明とも言えるのではないでしょうか。
2024年7月12日、日本の防衛省は、令和6年2024年版防衛白書で、ついに、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の最新画像が発表されたとの情報をキャッチしました。今回は、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型を詳しく見いきますね。和製トマホークイア巡航ミサイル、サムライですかね。イージス艦への装備も決まっていますし、なんといっても、島嶼防衛に威力を発揮してくれる三菱が本気で開発しています。自衛隊の不祥事が続いていますが、私からもお詫び申し上げます。2024年7月12日、日本の防衛省は、令和6年2024年版防衛白書を、防衛省自衛隊のホームページ上に公開。今回、同白書の表紙には、焼けた刀身を叩くイラストが用いられており、その刀鍛冶に、日本の防衛のあり方を例えた形だ。すなわち、それは、刀を抑止力と見立て、防衛省と自衛隊は、その刀を抜く状況に至らないようにと、これまでも、刀の鍛錬を行ってきたと述べられており、いざという場合に備えてきたという気構えを示したもののようだ。ちょうど、今年令和6年2024年は、1954年7月に自衛隊が創設されてから70周年を迎えると同時に、防衛白書も、1970年の書簡の発行から、50周年という区切りを同時に迎えたため、冒頭には、その歴史を振り返る内容が盛り込まれている。また、今回の令和6年2024年版防衛白書の刊行にあたっては、現木原防衛省が、太平洋戦争以後、最も厳しい安全保障環境下に日本が置かれている現状を、中国、北朝鮮、ロシアの3つの具体的な国名を挙げ指摘している。ここで、現木原防衛省は、こうした現状の日本の安全保障環境を踏まえて、それに対処すべく、安保関連の3文書、つまり、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画に基づく防衛体制の強化を表明している。そこでは、防衛体制の強化について、スタンドオフ防衛や統合ミサイル防衛の能力の強化を優先して実施すると述べられており、これらに注力することで、日本の防衛力の抜本的な強化を着実に実現させることを訴えている。具体例としては、スタンドオフ防衛に関しては、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の名を挙げて、これらの取得を前倒しで実施すると記述されている。また、統合ミサイル防衛に関しては、導入が中止された陸上配備型のイージスアショアを代替するイージスシステム搭載艦の建造を急ぐ旨を謳っており、加えてそれらに使用する弾薬類の備蓄、防衛施設の強靭化を進めるとしている。さらに、対外的には、日本の唯一の軍事同盟の締結国であるアメリカはもちろん、それに準じる戦略的利益を共有する国々との連携強化を図るとしており、インド太平洋地域における、その安定の実現に尽力する方針が記されている。そして、最後には、慢性的な自衛隊の人員不足の現状についても危機感を示しており、その人材確保に向けた募集面、人員配置面、待遇面等の向上を図るべく、様々な施策で、これらの課題の解決に取り組むことを訴えている。こうした前提のもとで、作成の上、公表された令和6年2024年版防衛白書であるが、中でも、スタンドオフ防衛に関して、具体例として挙げられた国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型について注目が集まっている。今回の令和6年2024年版防衛白書では、現在、三菱重工業者を中心に開発が進められている国産の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型について、新たに最新の状態を表す写真が掲載されているためだ。そこには、開発元である三菱重工業者から提供された試作品であるとの説明文が付けられ、工場とおぼしき室内で、上部から、クレーン状のもので吊るされた状態である、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の姿が収められている。この写真の人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、左斜め前方の少し髪型から、
同誘導弾の前景を映したもので、黒光りするミサイル本体の中央部に折りたたみ、式の2枚の主翼、後方に、X 字に、4枚の安定翼を備え、ブースターは未装着に見える。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のベースとなったのは、2012年度より、陸上自衛隊が調達を開始した人に意識地対艦誘導弾であるが、こちらは、装輪式の車両の荷台部分に、ミサイルの発射機を搭載する形式の地対艦ミサイルシステムである。この人に、意識地対艦誘導弾の地対艦ミサイルシステムとは、ミサイル発射機を搭載した車両以外に、探知・索敵用のレーダー、中継、指揮統制、射撃管制、弾薬運搬の各システムを担う複数の車両によって構成されている。人に、意識地対艦誘導弾のミサイル本体は、直径が約 35cm、全長が約 5.0m、重量が約 700kg、最大射程がおよそ 200km 弱と推定されているが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、これを大幅に大型化したものとなっている。むしろ、名称こそ、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型と呼称されているので紛らわしいのだが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、ほとんどすべてが新規に設計されたと目されており、実質的には別物とみなせるものだ。一見してわかるように、従来の人に、意識地対艦誘導弾のミサイル本体は、円筒形をした形状であったが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のそれは、ステルス性能を高めるべく、打角形にも見える、独特の形状へと変更されている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、こうしたステルス化に加えて、射程距離の大幅な延伸に伴い大型化されており、それに伴い、推進方式も、従来のターボジェット方式からターボファン方式に変更されると考えられている。ターボファン方式へと推進機構を改めた人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のミサイル本体は、まず、第1段階として、射程距離をおよそ 900km を目指し、第2段階では、これを、さらに、同 1500km 以上にする予定である。この大幅な射程距離の延伸によって、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、現在の防衛省が唱える、スタンドオフ能力を有する兵装となる見込みで、これは、敵側の防空兵器の射程距離外からの運用を可能とすることを基としている。また、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、ベースとなった人に、意識地対艦誘導弾の地発型、陸上発射型にプラスして、艦発型、艦艇搭載型、空発型、航空機搭載型へと運用するプラットフォームを拡張する計画となっている。令和3年、2021年度の事業評価の時点で、開発期間については、地発型、陸上発射型は、令和3、2021年度から、令和7年、2025年度、艦発型、艦艇搭載型令和4年、2022年度から、令和8年、2027年度、空発型、航空機搭載型が、令和4年、2022年度から、令和10年度、2028年とされていた。今回の令和6年、2024年、反防衛白書において、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の地発型、陸上発射型の取得は、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルと合わせて、当初予定より1年早めた2025年度からと明記された。現行の人に意識地対艦誘導弾は前述したように、射程距離がおよそ 200km 弱と目されているため、これを対中国に向けて有効に運用するためには、南西諸島の島々に分散して配置する必要があり、その措置が取られている。しかし、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型であれば、第一段階のおよそ 900km と目される射程距離であっても、例えば沖縄本島に配備することで、南西諸島一帯をカバーすることが数値上は可能となり、運用効率の向上も期待される。また、仮に、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の第二段階の配備まで進めば、それは、
九州本土に配備しても南西諸島方面をカバーすることが可能となり、飛翔速度が亜音速という点を除けば、飛躍的に防衛能力を向上させることとなるだろう。艦発型、艦艇搭載型や空発型、航空機搭載型になれば、プラットフォーム自体が容易に移動できることから、さらに、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型のカバー可能な領域は増すことは間違いないだろう。ことに、プラットフォームの移動速度が、迅速な空発型、航空機搭載型が配備されれば、そのメリットは、最大まで活用可能とめされ、現状では、母機としては、F2 戦闘機が候補として挙げられている。F2 自体は、2035年からの退役が始まる予定ではあるが、それまでは、同機が担う空対艦攻撃任務の重要性は、ますます比重を高めると思われ、以後は、これから開発が行われる GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人戦闘機が、その任を引き継ぐ予定である。